はい、皆さん、毎度毎度。はい、最近、ウィッグでね、レイヤーカットね、何一人でおっさんいい歳かっこいいで苦労してんだよってね、これね、教えようと思うとね、なかなかね、難しいんだよ。この難しい理由はね、結局、直線上にカットしたら失敗するから教えられないってことにね、到達したね。すべて、この髪の毛を放射状に出したとき、切り口はすべてね、曲線なんだよね。それもね、地肌から長さが同じでなくて、水星のようにね、楕円軌道を描いてんだよね。髪の毛をね、まっすぐ切れる場所はワンレングスの裾ぐらい。カットの講習会行ったり勉強会行ったりするとね、髪の毛はまあまっすぐ切ると。まあ皆さん、どんな先生でもまっすぐ切ってんじゃない？で、カット慣れてくれば慣れてくるほどね、毛束持つ幅も広くなってきて、それをすべてまっすぐ切ってしまう。そうするとやっぱり真ん中辺を切りすぎてる。だから調子が悪いっつうの、カットが。もしカット調子悪い方はまっすぐ切ることにこだわりすぎてんじゃないかと。髪の毛を放射状に広げた場合、直線の切り口はないということだね。このね、ある、ない、ないっていうことをだけ覚えておけばカットが急に上手くなるんじゃないかと。はい、今日仕事はね、火曜日休みの方ね、仕事の方ね、美容師はね、休みでも仕事のことしか考えてないからね。春先生、おはようございます。はい、春先生ね、今日も一日ね、腰痛引きずってお仕事ね、はい、頑張ってください。はい、以上ね。